それではですね、今からですね、糸島の、岸港ですね、岸港から、氷見島へ向けて船で渡りたいと思っています。船の乗船時間はですね約16分ほどということになっています。今日はね天気もいいので、波も穏やかでね、楽しい短い、船旅ができるんじゃないかと思います。では後ほど。氷見島の港へと到着いたしました。短い船旅でしたが快適でした。これからですね、氷見島の神社経由で、氷見島の、最高峰、鎮山に登っていきたいと思います。では後ほど。はい、港を出発してですね、左の方へね、ずっとね歩いていくと、島ならではのね、漁村というか、港町ですね。はい、昔ながらの、町並みがね、なんだか、懐かしい、景色にね、出会えてよかったなと思っています。今ですね、私の背後にあるのは、姫大明神というね、神社ですね。この脇からね、鎮山向けて登っていきたいと思っています。では後ほど。
神社のね、左手から山の方へと入っていきます。結構ね、今日は木漏れ日がね、森の中に入ってなんかいい感じですね。まあ以前はね、この、神社の裏でもね、畑があったりとか、まあ、した感じかなという感じですね。ちょっとだんだんに若干整地されたような感じですね。でもね、一応山道なので、足元ね注意しながら進んでいきたいと思います。では後ほど。はい、山頂直下までね上がってきていますが、結構ね登山道は、荒れてきてますね。もともとはね、石のね階段が、設置してあったと思うんですが、もうガタガタになってですね、おまけにイノシシなのか結構ほじくり返してね、足場は悪いです。まあ今日はね天気がいいんでそれほどでもないですけど、天気が悪い時、足元はね濡れてる時は十分注意が必要かと思います。では後ほど。山頭三角点がある、鎮南山山頂に到着しました。標高は 186.6m です。山頂からはですね、まあどうなんですかね、90度ぐらいのね、方角、展望がね望むことができます。私のね背後に見えているのは玄界灘ですね。そして、右手の方に行くとですね、糸島の方のですね糸島富士、かやさん、そしてその手前にね、立石山というね、ロックガーデンのようなね、評価低いですがいい山を見えています。遠くの方はですね、今日はね天気が良くて、景色が霞んでいてね、なかなか、目視することができません。この後ですね、下山は往路とちょっとね違った経路で、今度はね島の、西側の方ですかね、の登山道の方に下っていって、野村冒頭二さんの、住居跡ですね、そちらを経由しつつまた、姫島のね港の方へと戻ってまいりたいと思っています。では後ほど。途中のね分岐点まで戻ってきました。最初のね展望台の少し下にあります、ところにあるね、頂上まであと何メートル、
まだまだ頑張ってくださいということでね、あと何メートルの何メートルっていうのが消えてるんですけどね、このね白い看板のところから、左の方にね、下りだと右手ですね、右手の方に、石段が見えています。こちらの方へね下っていって、ボートニさんの、住居跡経由で港の方へね向かいたいと思います。これね真後ろの方ですね、看板に道沿ったこちらの方が、上りにね使ってきた、まっすぐ登ってきた道ですね。帰りはね、左の方ですね、はい、西側の方の、階段をね下っていくことになります。では後ほど。道なりにですね、そのまま、西の方へ進んでくると、なかなかね、味わいのある、建物が出てきました。こちらはですね、糸島市立、姫島小学校ということでね、分校になるんですかね。はい、なかなかね、手入れもね行き届いてて、なかなかいい感じの、小学校です。ではね、これから、港の方へ向かいたいと思います。では後ほど。野村冒頭にさんの、住居跡、到着いたしました。中はねちょっと覗いてみたいと思います。まあ、住居跡といってもねもう今住まいはねないので、お堂のようなのがね、1個、設置してあります。
幕末のですね、歌人として有名だった野村坊弔さんですね。勤王運動でしたかね。こちらに、いろんな方とね、運動したということで、こちらのね、姫島へ、遊牧されたと、いった感じですね。その時にね、歌われた、歌がね、こちらに飾ってあります。野村坊弔に獄中歌というね、ちょっとおどろおどろしい 歌詞というかね、歌詞になってますね。明治維新の女人、勤王家野村坊弔は、慶応元年1865年、勤王の志士を、平尾山荘にかくまった門により判命を受け、姫島へ、流罪となるということですね。同じく慶応2年、1866年9月16日、高杉晋作の命を受けた、藤四郎ですかね、藤四郎か藤四郎、らによって、救出されたということでね、書いてあります。ということなので、こちらへはですね、1年余りですか。1年余りね、島に、島流しに当てたということですね。長い歌ですけどね、姫島日記より抜粋ということで、浮雲のかかるもよしや、もののふの大和心の数に入りなば。ね、大和というね、言葉もなかなかいい響きですね。ではね、この後港へ向かいたいと思います。では、後ほど。姫大明神、姫大明神さんのところですね、戻ってまいりました。神社のですね、手前にある、庚申様ですね、道案内の神様の、石碑がありますけど、この右手に行くと、姫神社の方ですね、そして、鎮南山の方の登山道入り口、そしてですね、この石碑の左側の、路地の方をですね、ずっと行くと、野村坊弔さん、の、住居跡行くところと、まっすぐ行くと、西側のね、鎮南山、登山道の、入り口ということになります。どちらから行ってもね、大した差はないと思いますけど。道が比較的歩きやすいのは西側の方ではありますね。ただね、入り口が若干ね、分かりにくいところもありますね。せっかくならこの神社参拝してですね、それから山頂を目指すといいかなと思います。では、後ほど。姫島の、港へと戻ってまいりました。今回ですね、糸島の、岸港からですね、姫島の方へ、船でね、約16分ほどで渡って、姫島の最高峰、鎮南山ですね、こちらへ登頂して、変則でね、周遊して、野村坊弔さんの、住居跡というかね、そちらを経由してまた港へ戻ってきて、ちっちゃいね、周遊コースといったような感じでしたね。今回ね、島の方を上陸してからはですね、もう約1時間半ほどのね、滞在ということになります。帰りのね、フェリーの時間などもありますので、交通アクセスですね、船、そして、糸島の方もですね、バスの時間等々ね、よく調べられると、よく、よりね、スムーズに、ことが運ぶかなと思います。今回ね、往路もですね、私の方がちょっと、リサーチ不足でですね、間違って船越の方へ行ってしまいましたけど、
筑前前原の駅からですね、岸の港までね、バスの方が直行便がありますので、まあ、そちらを利用されて、で、牡蠣小屋ですね、早めの昼食をとって、それから、船で渡って沈南山、そして、島にね、短い滞在をして、また、今度はね、岸の港から、筑前前原の駅まで戻るということでね、まあ、一日、のんびりね、過ごすことができるんではないかと思います。冬の間はですね、低山ハイクもなかなか、おつなものです。ぜひね、おすすめしたいと思います。今回の動画、いかがだったでしょうか？よかったよ、参考になったよと言っていただける方は、高評価ボタンお願いします。そしてですね、今回、巡りました、姫島ですね、こちらの情報もですね、ホームページ等々ですね、情報、概要欄の方に貼り付けておきたいと思いますので、参考にされるといいかと思います。今後もですね、素晴らしい、自然の映像等、お送りしてまいりたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。